さあ今日もスタジオのミキサー席の後ろにはですね、東北全図を貼りましてお届けしています。ここからは東北の絆、そして熊本の絆のコーナーです。私は2011年震災がありました翌々月、つまり6月に陸前高田、大船渡、そして塩釜や山本町など沿岸部の臨時災害放送局を仲間と共に訪ねました。どこもとても大きな被害で、陸前高田市はツバメたちが建物がなくなってしまった、そこに一つだけ残った体育館の軒先に集合住宅のように30個ほどの巣を作っていたんですね。ツバメたちが飛び交う時期になりましたが、いつもツバメを見ると私は陸前高田市の体育館のあの30個のツバメの巣を思い出します。さあ今日の東北の絆、熊本の絆、今日は明治学院大学の活動をお届けしていきます。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたします。この東北の地図を見ながらいつもね、仙台まで行って、そしてレンタカーを借りて沿岸部まで、レンタカー屋さんに釘とか様々なものが落ちていますから、ゆっくりと慎重に進んでくださいねという注意を受けながら行きました。そして沿岸部を回って、何かお役に立つことがないか巡ってきました。たくさんの方に忘れないでくださいというふうにお話しいただきました。さあ今日は我が戸塚にあります明治学院大学、この夢紀行という冊子、明治学院大学ボランティアセンターが発行しています夢紀行陸前高田に行こうというこの冊子、少し前に明治学院大学にお邪魔した時にいただいてきましたもの、この中からご紹介していきます。まず最初のページには陸前高田市の基本情報ということでまとめられています。平成23年3月11日の地震が発生して、陸前高田市は震度6弱だったそうです。そして陸前高田市の人的被害は、人口が 24,246人に対し 1,757 人の方たちが亡くなり、そして行方不明であったということなんです。津波による被災世帯数は8069世帯のうち4063世帯 50.4%、 地震と津波により本市の全世帯の 99.5% が被害に遭ったのが陸前高田市であります。私たち FM 戸塚もこのスタジオ前でずっと義援金活動を行い、1500万を陸前高田市の鳥羽市長にお届けしたという、そんなつながりが陸前高田市とはあります。私も陸前高田市の議員さんに知り合いの方がいましたので、陸前高田市、そして大船渡市と案内をして解説をしていただきました。さあ今回は明治学院大学の皆さんが川旅というのを企画したという、川旅とは可愛い子には旅をさせようの略だそうです。可愛い子には旅をさせよう民陸前高田、関東圏の小学校5、6年生を対象に夏休み陸前高田の魅力を肌で感じるスタディーツアーです。今日もスタジオを見学ということで、小学校4年生から5年生6年生とね、今回のお申し込み20名の方、定員20名、もう本当に満員で、今日この後行っていくわけですけれどもね、ちょうどみんなぐらいの小学校5、6年生の皆様を対象にというのが陸前高田市の川旅だったそうです。学んだことを家族やお友達に伝えて、みんなで震災を忘れないことが大切、ぜひ関東の人たちと陸前高田の人たちの架け橋となってほしいなという思いで、2012年2月に
第1回目をスタートしたそうです。震災を忘れないでほしいという地元の陸前高田市の皆さんの言葉、そして子どもたちが走り回っている姿を見たいというその思いから出来上がったそうです。2015年の時点で4回目も開催しました。そして明治学院大学、今でもですね、今年も陸前高田市や大槌町での復興支援の活動パネル展示を3月に横浜市民防災センターで行ったということでね、この明治学院大学ボランティアセンターのホームページを見ていただきますと、学生の皆様が卒業しても次の方たちにつなぎながらですね、継続して行っている東北への熊本への応援が手に取るように分かります。こんな身近に若い方たちが応援している姿を見て嬉しくなりました。また改めてこの東北の絆、熊本の絆にご出演いただこうと思っています。この川旅ではプログラムとして高田自動車学校というところがね、陸前高田市にはあって、田村社長がいらっしゃるんです。その田村社長のご厚意でバーベキューも食べ、10ゲーム亭で佐藤棟梁のご厚意で流しそうめん、それから海の幸やホタテも堪能したということです。鳥羽市長のお話もあって、わざわざこの川旅のためにスケジュールを空けてくださり、鳥羽市長は子どもたちや私たちに震災当時のお話や陸前高田市の復興計画を話してくださいました。市長でもあり家族の大黒柱でもある立場から生じる悩みや思い、市長の考える陸前高田市の目指す将来像、子どもたちは熱心に質問していたそうです。明治学院大学ボランティアセンターのバックアップのもと、Do for Smile at Mark 東日本プロジェクト陸前高田チームという団体で活動している皆さん、人とのつながりを大切にし、心の復興をメインに取り組んでいます。可愛い子には旅をさせようはその活動の一部です、ということで、今日は夢聞こう陸前高田に行こうの冊子をご紹介いたしました。東北の絆、熊本の絆、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたしました。